ソープ生まれのチンカスなんかにな。パイセンさん、ヤクザの許可なしでこんなもんさばいてただで済むと思ってんの？いかがわしいもんじゃねえよ。動物が映ってるだけのビデオで疑うんなら再生してみろ。知ってるよ。でもそれを裏っつって高校生に売るのはよくねえよな。見逃せよ。一番中学時代のよしみだろ。それにこれっぽっちお前らヤクザのしのぎに影響ねえだろ。それが影響大ありなんだよな。偽物売られて荒川組に泣きついてきたガキども見捨てたらせっかくの大門が汚れちまうでしょうが。ああ、ガキから巻き上げた金全部出しな。舐めてんのてめえだろうが、三下のくせにや。お前なんかに さてどうしたもんかね。俺の番だな。ふんだ。おら。よし、行くぞ。これで、よし、行くぞ。これで、俺の番だな。一番の兄貴、大丈夫っすか？おう、水、これ見てみろ。うひょー、結構えぐい額稼いでたんすね、こいつ。こいつ、昔から悪い知恵だけはたげてんだ。でもやりましたね、今日のしのぎのノルマ、一発で達成じゃないですか。何言ってんだ。これは高校生に返してやれ。え？せっかく取った金を。そうだよ。わざわざこいつに騙されたガキを全員見つけて。そうだっつってんだろ。おれ。わかりました。のう、そうだ、ミツ、ここどうなってる？メリケンサックで不意打ち食らっちまってな。ああ、単行部できちゃってますね。ちげえ、紙だよ紙。
パンチ当て直したばっかなんだ。せっかくいい形にできたのによ。そんなこと言ってる場合ですか。あ、こっちの方も整えて別で触るんです。すいません。